待っていたよ。知っての通り、地球は今異世界からの侵略を受けている。我々は奴ら侵略者をキメラと命名した。このままでは全人類が異世界に飲み込まれる。やがて地球は滅亡してしまうだろう。我々は持ち得る科学技術の全てを積み込み、ついにキメラへ反撃し得るシステムの開発に成功した。捕らえたキメラと使用者の精神をシンクロさせ、制御と視界の共有を可能とした最強の生体兵器、その名はレギオン。最後に忠告してあげる。その力はあなたの思っているようなものではないわ。レギオンとつながる、それはまさに一心同体になるということ。ダメです、司令。コマンドを全く受け付けません。なんだと。だから完全な死が訪れる前に、レギオンは自らの生存本能に従い行動を起こす。こんなの間違ってる。このままじゃ全滅する。こんなことで人類は救われるはずない。君の持つ可能性を信じているか。レギオンの本能が起こした奇跡。いえ、呪いかもしれないわね。どうして私じゃなかったの。私は何としても探し出してみせる。生きてるって信じてるから。